それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は3の26乗の桁数を求めるという問題です。まあ大学受験の問題なんですけど、まあ最近ちょっとですね、問題真面目に解きすぎなんじゃないのっていう指摘があったんで、すごく適当な解き方と、じゃあその答えが本当に合ってるかということを真面目に解いて確かめていく感じにしたいと思います。まあ、はじめにですね、まあ、すごい雑でいい加減で、本当に、まあ、桁を、まあ、鉄砲でいいから何か書いて答え出したいみたいな時用の解き方をちょっと紹介します。3の26乗なんでですね、これはまあ3の2乗の13乗ですから、9の13乗って見えるわけです。そうすると、これ、9の12乗かける9みたいに考えてあげると、9の2乗の6乗だから81の6乗かける9みたいにできるんですね。こっから先がまあ非常に適当な感じにしていくんですけど、まあ 8.1 の6乗かける10の6乗みたいな風に考えてあげて、かける9って見てあげるんですね。そうするとまあ8.1 の6乗ってところ、まあちょっとめんどくさいんで、だいたい8の6乗みたいな風にちょっと考えちゃおうかなと思うんですね。そうすると8の6乗ですから64の3乗ってことと、まあ、同じになって、64の3乗かける10の6乗かける9ってなるんですよ。じゃあこれさっきの81を処理したのと同じようにですね、 6.4 の3乗かける10の3乗かける10の6乗かける9みたいな風にするわけですね。そうすると 6.4 の3乗かける10の9乗かける9ってなるんですけど、まあ、6.4 の3乗って6の3乗より大きくて7の3乗よりちっちゃいってことになりますから、これまあ大雑把にここもまたいい加減にしていって、大体ということで、まあ、300ぐらいのものに10の9乗をかけて9をかけたぐらいになりそうということで、これ、3×10 の11乗 ×9 みたいな風になっていくと、 3×9 が27なんで、 27×10 の11乗ということで 2.7×10 の12乗ということで、3の26乗は、0が12個ついてさらに上に1桁あるわけですから、まあ13桁だというような、まあこんな風に計算してもおおよそ、まあおそらく13桁前後の数なんだなっていうことが、まあ当たりがつけられるんですね。まあただこれもちろんなんですけど、大学受験の問題でまあこれがマークシート式ってことはまずないと思うので、記述式だったらこうはいかないわけです。というわけで、まあ多分13桁なんだなって思いながら、今度は、真面目に、まあ、答案っぽく解いていきたいなというふうに思います。まあ初めにですね、もう問題をきちんと解くって考えるんだったら、3の26乗を、まあ、N 桁の整数とするみたいな風に、置いてあげるところからスタートですね。まあ、ここは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、そうすると N 桁の整数ってどういう不等式で表せるかっていうと、10の n-1 乗より大きくて、まあ、3の26乗っていうのが10の n 乗より小さいみたいな、まあ、こういう不等式に当てはまるわけですね。で、これ、
この不等式をログ10で、ちょっと対数を取ってあげると、こんな風に不等式をですね変形することができます。ということは何がわかるかというと、この不等式を満たすですね n というのを求めることが、すなわち桁数を求めるということと、同値とか、合同とか、いろんな言い方あるのかもしれないんですけど、満たすのは同じだということがわかるわけです。ところがですね、このログ10の3っていう対数、この部分ですね、もしかしたら誘導で与えられているのかもしれないんですけど、今よくわかんないんですよね。で、じゃあログ10の3ってなんだっけっていうことを考えるわけです。で、ログ10の3についてすぐわかるのは、これ1よりちっちゃいっていうことがわかるんですね。ログ10の10っていうのが1なんで、ログ10の3は1なんですけど、こんなことをちょっと考えます。9より10が大きいって当たり前の式書いてますけど、これ両辺対数取ると2ログ10の3っていうのが1より小さいっていう式になってて、60の3って2分の1より小さい、要するに 0.5 よりちっちゃい数ということがわかるわけなんです。これ結構範囲が狭まって、いい感じだなってなるんですね。で、じゃあこれを使ってどうするかっていうと、60の3がちょっと狭まったんで、1の結果と2の結果をですね、うまいことちょっと付き合わせていこうってわけです。で、この A の不等式ですね、これの両辺に26をかけてあげます。1のところで求めたのに26倍されてるので26をかけると、26×60の3っていうのが、2分の 1×26 より小さいっていうことが分かって、これは13ということですよね。そうするとこれ3の26乗が10の13乗より小さいっていう、こういうことが分かったことになるわけです。答えに近づいてきた感じがしますよね。そうすると、もう雑な計算でおそらく13桁なんだろうって知ってるわけなんで、どうしてあげるかっていうと、次に4番目のステップとして何をするかというと、10の12乗より大きくて10の13乗より小さいっていうふうに示せればいいのではないかと。こうなったら n イコール13だよねということを考えてあげるわけです。じゃあこれを示すためには、左側の不等式が分かってないわけなんで、10の12乗よりも3の26乗が大きいという不等式が正しいかということを示せばいいわけですよね。で、これ指数がどっちも偶数なので、両辺を2分の1乗してあげましょう。そうすると、10の6乗が3の13乗より小さいみたいな、こんな不等式が出てくるわけです。じゃあこれが確かめられればいいよねっていうことがわかりますよね。じゃあこの不等式本当に正しいでしょうかっていうことをちょっと計算していきます。ちょっと綺麗なやり方もありそうな気がするんですけど、もうそんなに数も大きくないので、3の13乗っていうのを計算してみちゃいます。これ3の13乗っ
て、まあ、計算しやすくちょっとしていくと9の6乗 ×3 ですよね。81の3乗 ×3 ってことなんで、まあ、81を3回掛け算するぐらいだったら、まあまあ手で計算しても全然いけますよね。ちょっと筆算で計算していきます。まあ、81の2乗が6561で、それにさらに81をかけていくと、まあ、特になんか一桁目が1なんで計算も割と楽ですよね。こんな風にまあ計算できて、最後にちょっと3をかけ忘れないようにって感じなんですけど、3を掛け算します。そうすると、まあそんなにすごい大きな数でもないので、まあ1594323ということで、3の13乗が計算できて、これ不等号の向きが逆ですね。10の6乗より大きいよねって、まあ10の6乗って100万ですから、まあすぐわかるわけで、あ、ちゃんと不等式示せたなってなりますね。そうすると、じゃあ10の12乗より3の26乗が大きくて、10の13乗より3の26乗が小さいって示せたわけです。ということは、これ、1のところの目的から分かるように n=13 ということですから、3の26乗は13桁の整数ということが、きちんと分かって、これならまあ答案としてもいけるのかなっていう、真面目な感じの答えになったんじゃないかと思います。まあただいい加減に解いたのと実は答え同じでしたね。まあこういうヒントの少ない問題って、まあ難関大学の数学の問題にたまにあるんですけど、まあ順を追って解けば解けるっていうこともありますけど、まあぜひ最初の雑な解き方で見当をつけるというところも一つ選択肢に入れていただけたらと思います。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。